なぜあんなことになったのか、俺はまだ分からずにいた。残務整理の都合で遅れる両親より一足先に、俺は一人でこの家にやってきた。うわあ、俺の好きなもんばっか。でも、なんで知ってんです？たくさん召し上がってくださいね。あ、うん。いただきます。あんな美人がいきなり。陽子さん、もしかして。あ、何考えてんだ、あのじじい。それでは、本日はこれで休ませていただきます。うん、ご苦労様。明日から授業ですので、7時にお越しに参ります。おやすみなさいませ、正吾様。おやすみなさい。あの頃と何も変わっていないな。ただ、あのいい加減で偏屈で、意固地なじいちゃんがいないだけか。死に目くらい会ってあげたかったな。ごめんな、じいちゃん。いかがですかも何も。大体陽子さんはいきなりすぎますよ。昨日だって、その失礼いたしました。でもご主人様のお顔を見ていたら我慢できなくて。うわ、朝ごはん用意してありますのでよいしょっと。けどあれは夢だったのか。懐かしいな、小学校の頃以来か。正吾？正吾だろ？龍一？あ、高志と、雄一か？なんだよ、帰ってきたらすぐ連絡すりゃいいじゃねえかよ。水くせえな、正吾。悪かったって。久しぶり。久しぶりだもん。お前が帰ってくるってことは先生から聞いてた。でもこんなに早くとはな。俺だって急だったよ。じいちゃんが死んだからすぐ引っ越せって親に言われて。なあ、親はまだ越してきてないんだろ？ってことはあの家に美人のメイドさんと二人きりってことか。陽子さんのことを知ってんのか。当たり前だろ、あんな美人近所にいるなら誰でも知ってるぜ。お前早速着替えとか覗いちゃったんじゃねえの。バカ言うなって。まあ正午にそんな度胸はねえな。言えてる。たく、久々に会ったって好き勝手言いやがって。どうした正吾？あ、いや、なんでも。吉鈴正吾というのは君か。サッカー部のキャプテン、ネアだ。小学校は別だったからお前は知らないだろうが、見ての通りのアホでド変態だ。なるほど。ふん、どんな男かと思えば。笑わせる、笑わせてくれる。な復帰早々変なのに目つけられたな。そうらしい。
転校生の吉鈴翔吾くんね。はい。私が担任の六平桜子です。なんて堅苦しいわね。お帰りなさい翔吾くん。すっかり大きくなっちゃって。すみません六平先生、前にお会いしましたっけ？覚えていないのも無理はないわね。あなたはまだ幼稚園児だったもの。おじいさまに抱かれてよく遊びに来てたのよ。六平先生はじいちゃんと知り合いだったんですか？ええ、親しくさせていただいたわ。まあ、何かにつけてエッチな話をするのはちょっと困ったけど。ほんとすみません。モカ、行くよ。あ、ごめん。何してんの？六平先生、すみません。あ、ちょっとトイレに。どうぞ。地震だ！六平先生、地震が！どうしたのみんな、そんなに慌てて。いや、地震が！地震？揺れてなんかないわよ。え？そんなことは。あ！おかしいな。まさか、ポルターガイストってやつ？あ？吉鈴翔吾くんです。初等部からこの学園に通っている人にはもちろんおなじみだと思うけど、久しぶりにこの町に帰ってきてまたみんなと勉強することになりました。よく知ってる人もそうじゃない人も仲良くね。吉鈴翔吾です。よろしくお願いします。それじゃ積もる話や自己紹介もあるから、1時間目は自習にします。くれぐれも他のクラスの迷惑にならないようにね。私のことを覚えてる？うん、斉藤さんだよね。じゃあ私は、久保田さん。うわぁ、当たり。あやね先輩。なんですか？私の婚約者の吉鈴翔吾ね。は？でも勘違いしないで。私はまだあなたを婚約者と認めたわけじゃないんですからね。なんだあの人。どういうことだ翔吾。死ぬかよ。俺は何も。とぼけんな。綾音先輩、お前のこと、お前のこと婚約者とか言ってたじゃねえかよ。よし、死ぬよ。いつの間にコト先輩に手出したわけ？最低。だから違うってば。お前はわかんねえだろう。俺たちがどれだけ綾音先輩に憧れてるか。可憐で清楚で、そのくせ華やかで、しかもいい匂いがして。なのに、なんでお前なんかが。メイドさんと二人暮らしなのにまだ飽き足りねえのかよ。いや、だから落ち着けよ。おい、ゆうち、たかし、ゆうち。これお願いします。おい、もっと丁寧に扱えよ。たく、いってって。まあ、派手にやられたわね。どうしたの？そんなびっくりしちゃって。私はここの保健医、水地モネ。あなた転校生の吉鈴翔吾くんでしょ？え？どうして俺のこと？桜子先生から聞いたの。とっても可愛い子が来るって。これはじっくり診察しなくてね。診察？診察ってそこまで大した怪我じゃ。それに昼間から酒まずくないですか？気にしないの。ね、バレますって。どこ向いてるのよ。何が婚約者よ。お父様同士が勝手に決めただけじゃない。あんなやつも
いやあ、失敬、綾音先輩。このボール、僕によく似ていましたね。ついつい好きな女性に近づいてしまう。この意味、お分かりですよね。ゲロゲロ。学園のアイドル、綾音先輩には僕のような学園一の男がふさわしい。そうは思いませんか？思わない。ちょっと、綾音先輩。気安く触んな。おお、怖い怖い。クンクン。ったく、ああいうアホは野放しにしないでほしいわね。それと心配しなくても大丈夫。見たことある、どこかで。You're not into it. I'm not into it. I'm not into it.